皆さん、おはようございます。スタンピンアップジャパン公認デモンストレーターのウエラード・サトミです。いよいよこの日がやってまいりました。はい。ですね、ばっかり言ってますけれども、秋冬カタログ、いよいよですね、本日から公開となりましたよね。で、今の自分がちゃんと映ってるかどうかをね、見たいんですけれども、うまく操作ができないなということで、まあ、きっと映っているんでしょう。ということでですね、行きたいと思います。大丈夫だと思いますけれども、一応念のため確認いたします。まあ、今日はですね、一般公開ページなので、大丈夫ですね。そしてちゃんとコメントが見れるように、おはようございます。時間きっちりに出席の AN さん、そして KT さん、おはようございます。おー、すごいすごい。TM さんに、YF さんも、帝国でご出席でございますね。皆さん、お飲み物の用意は、ご用意はされてますか？ありがとうございます。早速、いいねマークということで、お飲み物用意されてます。まあ、私は一人で喋っているので、途中でね、喉を潤さないといけないのであれなんですけども、皆さんもせっかくならね、カタログめくりながら、一緒にね、お茶なんかを飲みながらね、見ていただくと嬉しいなと思います。はい。まあ、途中で、なんかお飲みも取りに行っていただいても、結構ね、やってると思いますので、これ全部話すとね、そんなこと言ってると時間もったいないから、行きますよ。じゃ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 ん。はい、まず一杯飲みます。はい。こちらのですね、おはようございます。MJ さん、それから TH さん、おはようございます。じゃじゃーん。1ページ目。まあ、1ページ目といっても、ここから、一応これね、バンドルのですね、インデックスになっているんですね。で、これが、とってもね、ここ、今年の年間カタログから見やすいなと思うんですけれども、まず、バンドルに、ごめんなさい、バンドルになっているものが、目次のように、このページから、そして5ページまでですね、全部一覧になっています。はい、ここまでです。こんなにバンドルあるんですよ。もう嬉しすぎ。ちょっと斜めになってたかな。はい、こんな感じです。はい。もう嬉しすぎでございます。で、この、目次の部分には、通常ですね、年間カタログの場合は、スタンプセットと、それから、台ですね、が、ちゃんとここに、絵でね、出たものがついてますよね。これが、こっちが年間カタログ。こんな風になってますよ。わかります？こうなってましたよね。でもね、毎回ね、スタンピンアップのカタログね、ちょっとずつ進化していって、今回、秋冬カタログに関しては、製品の写真はこの目次ページは出てないんですけど、はい、プロジェクト。このプロジェクトですね。こちらのスイート一つ一つの紹介のページと違うね、サンプルがついてるんですよ。つまりより、例えば、このタイリングオールアラウンドとか、トワイルクリスマスバンド、すぐこちらのページなんですけども、わかります？ここにはね、載ってないサンプルが、ここにもある。つまり、皆さんよく聞きます。自分でね、デザイン考えるのがもう本当に難しくって、可愛いんだけれどもどう使っていいんでしょうっていう方、ご心配いりません。まずは、これ、コピーしてみる。ケースと言いますけれども、パクってみるところからスタートしてみましょう。そしたらですね、どんどんアイディア湧いてきますし、初心者の方だってこの通りに作ればいいんですよ。いいなと思ったらこの通りに再現する材料がここにあるわけですからね。もう本当に素敵ですよね。という形で、この目次を使っていただきたいと思います。いいですか？はい。じゃあ、最初の、スイートいきます。トワイルタイリングスイート。このスイートはですね、
2つのスタンプセットが1つのスイートになっている、まあ、1つのスイートとしてまとめられているもので、昨年のですね、あのオケージョンカタログだったかな、からあの確かこんな感じのがね時々出てきているんですけれども、それぞれね台もあるのでバンドルですよ。でこのページね、スイートのページの見方として、まず最初にまるでスイートの、 あの目次のようにスイートとしてまとめられている製品の、一覧表が全部ついています。写真付きです。そしてバンドルになっているものですが、両方欲しいなと思ったら、この数字とこの数字とか、これこれじゃなくてこちらを見てくださいね。このバンドルの数字、そしてこのスイート2つ、トワイルクリスマスオールアラウンドとあるので、それぞれどちらのバンドルを自分はゲットするのかっていうのをきっちり確認してオーダーしてください。まあ、オンラインオーダーの時はね、なんて言うんでしょう、あの絵が、まあ、写真がついてますから大丈夫と思うんですけれども、こう何かオーダーフォームに記入してっていう方は気をつけてくださいね。はい、じゃあ早速ここのねスイートのねすごいのは、デザイナーシリーズペーパーね、まあ、すごいのはっていうか、2つこういうふうにあのバンドル、スタンプセットがスイートに入っている場合は、そこでコーディネートしているあのデザイナーシリーズペーパーのパターンというのはですね、2つのスタンプセットのどちらにもコーディネートしてるんですよね。さらにこれです、ギフトラップ、トワイルタイリング 24×36 インチということなので、通常の12インチの縦が2倍、横が3倍のサイズとなっています。で、これ私は実際まだ手元にないんですけども、ゲットした方の話によると、あの、折ってね、あの、入ってきてたいっていうことなので、あの、ラッピング、あの、ギフトラッピングって通常くるくる、あの、なんていうんですか、筒みたいにくるくる回ってるじゃないですか。あれね、意外に使いにくいんですよね。で、あの、かさばるし、郵送してもらうときも。なので、あの、すごくね、使いやすいようになってたって言われてました。さらに厚さ的にも厚すぎず薄すぎず、通常のデザイナーシリーズペーパーよりもちょっと薄いって言ってましたかね。でもデザイナーシリーズペーパー代わりに使うにもいい、使えるような厚さだったということなので、スクラップブッキングをやる方、ちょっと大きめの箱なんかを作る方、まあ、箱っていうとおそらくあのねちょっとだけ薄いのかもしれませんけれども、大きめの箱に、なんて言うでしょう、ぐるっとぐるっとこうベリーバンドみたいに回すような形の使い方は十分だと思うんですね。すげえ素敵ですよ。はい、ウェラードはですね、ここから実はねまだゲットしてなかったんですが、本日、あ、なんかすごいうまく飛んだあの多分だと思うんですけど、あのこの何でしょう、ちょっと怒りマークが一瞬飛んだのは多分、とかあの涙マークが一瞬飛んだのはおそらくだと思うんですけど、これなんかえーっていう驚きのマーク、ワオを押そうとして間違って押しちゃったっていうことですよね怒ってませんよね、別に泣いてませんよね皆さんっていうことですけどはい、私もねよくね間違ってね押しちゃうんで、あの分かります。はい、このページからウェラードがゲットしたのは大量、そう今日ねゲットしました。また朝一番で、オーストラリアね、あのもう早朝一番、そう日本時間のね6時ぐらいからもうちゃんとねオーダーできたのでもうやりましたよ、もう7時ぐらいにね。はい、このタイリングオールアラウンドバンドルウェラードはゲットです。もうリースね、もう大好き、スタンパレータスでも作れるじゃんって分かってるんですけど、自分的にはやっぱリースになってる方がねって、バンとできるしね、カットできるしねって、おまかにこのカットがですね、はい、ちょっとこれちっちゃくって写真が見あのあれなんですけども、はい、スタンプセットをこういうスタンプのあのリースを大カットできるものと、葉っぱだけ透けた感じのリースになってるものをカットできるものが2つあって、これですね、これです、これがちょっとねいいじゃないのこれと思っちゃったんですね。だって別にこれリースだから、他のあのシーズンでも色を変えてグリーンじゃなかったらピンクだったら、なんか春先のリースにも使えるなこの台はと思ったわけでございます。はい、次いきますよ。はい、このページでもうねついてるんですね、がねこのページで
おすすめというか、あ、ちなみにまた後で言いますが、今もう一回戻っていいですか。一応言うことはね、メモってるんですけど、あのちょど忘れちゃうんですね。どんどんね、こうしてくると、はい、これですね、この後のページ59ページにシーズナルリースっていうもう一個リースのスタンプがあって、そのスタンプとこれの台がですね、タイリングオーララン、シーズナルリースの違った。台の名前は何だったっけ？オールアラウンドリースです。オールアラウンドリースの台とコーディネートしているもう一個のスタンプセットがあります。はい。次、このソーメニースター。これもウェラードゲットしております。待ち遠しい。早く来ないか手元に、なんですけれども。ですね。これね、このお星様ね、あの、この中に、この部分がね、重なるということなんですよ。で、この中に、この部分が重なるんですよ。こういう風な形になっていると、ま、あの、コーディネートしたお星様の台が、ここでこういう風にカットできるよということで、マークがついてるんですけども、そうするとなんか、これはこれ、こういうスタンプなのと思いがちなんですが、スタンプ自体はこの部分だけです。そして、こことこういう風に重ねられる。これが重ねられるということで、これ重ね押しがすごい素敵なスタンプですよね。おそらくこの星なんかもね、ここにもいけるし、ここにもなんか、まあちょっとはみ出るかもしれないけど、なんか重ねられるんじゃないのと思います。あ、特にこれですよね。これなんか、これ、この星と重ねられるんじゃないのと私は思ってるんですけれども、そのあたりは、これ、一つの台で、これとこれが、あの、台カットできるということなので、重ねられますね。あの、二重にね、色をつけて。そうすると、ちょっとこれ、キラキラのメタリックのね、インクパッドで押して、これと重ねてみたいなっていうね、欲求も出ております。そして、このね、キラキラ、星様キラキラっていうのを、このお星様の周りにポンと押すっていうのもいいですよね。本当に。台がすごいですよ。スティッチですから。見てください、このゴージャスな飾り。ちょっと今回ね、タグ、私今ね、プチマイブームなんですよね。あの、今まですぐね、スタンプセット、あの、新しいのゲットすると、どうしてもね、あの、いつもね、こう、カードをね、普通に作りたくなってたんですけども、最近はですね、まず最初ちょっと、あの、タグをね、作ってみたいという欲求があって、でというのは、クリスマスツリーの飾りにできるよね、後ほどと思ってるんですよ。ちょっとずつ作ってたタグを、お揃い、お手製のクリスマスツリータグということで、タグだけじゃなくてツリー飾りとしても遊べるなと思ったので、ちょっとね、あの、まず最初はもう、あの、どのスタンプセットでもタグっていうシリーズをちょっと密かにやってみたいなと思っている次第でございます。はい、次です。 Wrapped in Plaid Suite、もうこれもかわいい。これもすでに、これ超たまたまですよね。昨日のブログですよね。で、自分であげといてもう忘れてるんですけど、これこれ聞こえますか皆さん、このジングルベルの音、かわいい。このベル本当すごいかわいいんですよね。これです。これと、これ、ミニピザボックス。ピザボックス自体はですね、あの、今、年間カタログにある、ほら、もうね、もうこんな風にシャンシャンしてね、シャンシャンして遊んでたんです、ずっと。ボックス自体はミニピザボックスと同じ、中身同じなんですけど、外がね、ゴールド。そのゴールドもね、あの、黄色の、なんでしょう。あの、ちょっとメッキっぽいゴールドってあるじゃないですか。もうちょっと落ち着いたるゴールドで、このスイートは。それがね、いいなと思っています。ラスティックなゴールドって私は言ってるんですけれども。ちなみに、そしてこれベリーバンドになっているので、こうやってね、あの、結んであるんですけれども、結んだまま、あ、こっち側だったかな。で、戻せるはずなんですけど、ちょっと今、
戻せます。あ、戻せた。そうそう、こんな感じで戻せるんですよね。なので、結ぶのも、これ結べてますよ。結んでるんですけれど、それをほどかないでもこんな風に取り外しができるようにして差し上げると、受け取った方が、まあ箱もきっと取っといてくれるでしょうし、でもこれ自体もなんか他のものにね、使えるかななんて思っていただけるんじゃないかしら。はい、パーフェクトリープラット、ツリーパンチと、それからこのデザイナーシリーズペーパーもね、6インチ、6インチ。手元にあるものはついでにご紹介していきますね。もうすでにこれね、ゲットした時に紹介しましたけれども、はい、6インチ、6インチの全部タータンチェックになってて、片面に必ずゴールドのね、ホイールが入っているので、スペシャリティです、6インチだけれども。本当に素敵ですよ。そしてスタンプは、はい。あ、これもあったんだ。はい。デリカータインクとともに合わせたタータンチェックのツリーに、こちらですね。ちょっとこんな風に、イラストチックなの。これはまります、ここに。と、それから、すごく、なんて言うんでしょう。写実的な、ツリーのね、3種類が入ってますね。これ、センチメントがね、本当にね、私気に入ってます。可愛いなと思いました。ということで、ブラップとインプラットスイートでございます。はい。ちなみに、これ、このスイートで、プロダクトシェアキットをですね、10月以降にリリースいたしますので、楽しみにしておいてください。次、ピースフルボー、松ぼっくり。そして、こういうふうにですね、この葉っぱが大カットできる台ですね。どんどんいきます。これですよ、これです。デリカータ。もうね、喜んでね、3色ね、ゲットしちゃいました。なんでかっていうと、これからちょっとずつ言ってきますけど、はい。今回、このカタログには、に入ってるスイートの中で、フォイル、まあ、メタリックのフォイルがデザイナーシリーズペーパーに施されてるシートが3つあるんですけれども、そのうちの1つが今ご紹介したこれ、ゴールドね。ゴールドフォイルでしょ。で、後々いきますけども、先にちょっとだけ手元にあるもの言っときますね。はい、これも2、3日前に出しました。後で言いますが、グリーミング、クリスマスグリーミング。スタンプセットですよね。ブライトリーグリーミングっていうスイートです。これが、はい、コッパーでしょ？フォイル。もう一個のスイートに、シルバーフォイルがね、施されているね、ペーパーあるんですよ。ね。だから、三つゲットしちゃいました。それぞれのスイートで使うときに、例えばこれならこうやって、デリカータのゴールドって形で、インクもマッチマッチにできるね、したいウェラードなので、しっかりメタリカ。メタリカじゃなかった。あ、いいんだ。デリカータ。もう名前変えてるし、デリカータをですね、3色しっかりゲットいたしました。デリカータ特集も近々やりますので、楽しみにしておいてください。はい、そしてこれですね、このイッティビティクリスマス、これとコーディネートした 台なんですけれども、すごくないですか？これ、昨年のホリデーカタログに、ワイヤーでこういう風になってたエレメントありましたよね。私、あれ？戻ってきたと思ったんですけど、これ台ですよ。この台でカットすると、まるでワイヤーをこういう風にクリクリクリってしたみたいなものが大カットできるんですよね。これも素敵です。これなんかも、この必ずしもこのスタンプセットとバンドルでゲットしなくても、台だけでもね、他のお手持ちのものとね、組み合わせられるタイプなので、すごく融通が効きますよね、このバンドルね。はい、もうどんどん行かないと、もうこれまだ何ページなのに18分ぐらい経った。すごいな。急がなきゃ。はい、ディテルドベル台、はい、ベルの、ベルが組み立てられてカットできますということです。ハンドベルもありますね。それで普通の、鐘も、釣り鐘ですよね、もありますね。そして鈴がまたここにありますよ。はい、次、レッドイットスノースウィート。
ペットイットスイートもですね、これ、これにもスタンプセットがあるんですよね、それぞれね。はい、スノーマンは、はい、これもタグで、スノーマン、試しました。もう一個が、このミニカービーキープセイクボックス台の、とコーディネートしたスタンプセットなんですけど、スタンプセットはね、これと一緒に、ボックス台とね、買わなかったんですけどね。来ます。第3弾で、これも来るんですよ。で、はい、じゃじゃーん。これ、デザイナーシリーズペーパーは、年間カタログのものなんですね。そして、スタンプセットは、ニューイヤーセレブレーション、これセレブレーション、これも年間カタログのものなんですけど、ちょっと理由があって、このニューイヤーのサンプルを先に作る必要があったので、デリカータのゴールドも試したかったし、ということでね、このボックスでね、抜いてみました。こんな感じのサイズでございますよ。先ほどのミニピザボックスと比べると、こういうサイズ感。ああ、ちょっとこれいいんじゃない？乗っけて新年の飾りに 使えるような、みたいな。あ、KM さんおはようございます。ということで、これも従って、このスペシャル、デザイナーシリーズペーパーのレッドイットスノーのパターンは、スノーマンにコーディネートする方と、後ろね、これです、これです。タイニーキープセーキ。ほらほらほら。これ今横になってますけど、こうしたら、これと同じパターンでしょう。こういうふうにですね、反対側が、ちゃんとコーディネートできる。ほらほらほら。気づきました？このパターンとこのスタンプセット、同じ。まあ、ここについてるから見本が気づいてましたかね、皆さん。私はね、改めて今気づきましたけれども。あ、でもこれ、ついてないですね。これはスタンプを大カットしたものを乗っけたものですね。もうちょっと無地の模様の、あ、こっちの方にね、このパターンにね。でも、デザイナーシリーズペーパー自体も、ほら、すでにちゃんとこれとコーディネートしたパターンがあるということで、反面は、このスノーマン、もう片面はこちらのタイニーキープセーキに、コーディネートしたデザイナーシリーズペーパーというふうになっています。これ本当にここのね、なんて言うんでしょう、グリッター感がね、すごくいいんですよね。なので、スペシャルデザイナーシリーズペーパーということになっています。そして、フェルトのですね、エンベリッシュメントもね、あるんですよね。これ、エンベリッシュメントキットの中にあるんですけれども、これ、もう本当に可愛くって、もう、ゲットした時にお見せしましたけれども、パコって抜いても、どうしようって、ほら、これ、ここにもかぶせれるし、サイズ的にはこの子は帽子、スタンプでかぶせてますけど、この子にこの帽子をね、かぶせるのがね、サイズ的には一番ぴったりだなと思いました。おまけにですよ、ミトンもありますよ。ミトンもほら、こういうことです。ね、もう最高にかわいい。次はこういうデザインでカードにしてみようと今思いました。はい、これがエレメント。そしてですね、このスノーフォールアクセントパフペイントっていうのがあるんですけど、パフペイント、最初はちょっと液体なんですけど、これヒートツールで加熱するとパフパフとなってきて、立体的なね、スノーマンみたいなのがね、スノーマンのボディとか、こう雪の雰囲気を出すことができるんですね。で、これもで手元に届いたら実演したいと思います。そして、ウィンターニットのエンボスフォルダー、まるでセーターの模様みたいな感じです。はい、次いきます。エルフかわいい。もう本当にエルフかわいい。はい、次23ページを見ていただくと、このヤミークリスマス、ヤミーっていうのは美味しいっていう意味なんですよ。お菓子の家だから、まあ一応ジンジャーブレッドマンハウスなんですけれども、まあ一応クッキーでこういうの作るんですよね、通常ね。だから食べれるわけです。なので、ヤミーで食べて美味しいっていう、まあ赤ちゃん言葉ではあるんですけれども、おいしいって感じね。まあそんな感じ、大人でももう使ってるんですけど、それでヤミーということでね。スタンプついてます。そして、スイーテスト、甘いということで、あと、キャンディーでしょ。
これもね、一応雰囲気ちょっとキャンディーで作るあのクッキーね、クッキーになんかアイシングしてありますよね。なんかそんな雰囲気ですよね。これ自体は年間カタログのクックフォーユーのセットとコーディネートしているので、もうクックフォーユーのセットをバンドルで持っている方は同じ台でこれがカットできますので、ぜひシリーズ、クリスマスシリーズも加えてみてください。はい、プレイフルペンギンちゃん。ペンギンちゃんですね。これ、クリングスタンプなんですね。で、台とかはないので、スタンプセットだけなんですけれども、まあ、台をお持ちのない、でない方でもすごい、楽しめるし、とにかくこのフォントが結構おしゃれですよね、ペンギンちゃんね。そしてペンギンちゃんにもスカーフとか、クリスマス、サンタハットがあります。もし、ペンギンちゃん、うまくこういう風に組み合わせてね、着せたい場合は、まあ、クリングスタンプなのにどこで押してるか、ラバーなのでね、透明じゃないからどこで押してるかわからないかったりするじゃないですか。スタンパレータスとウィンドウシートのテクニック、以前動画でご紹介しました。そのテクニックを使っていただくとバッチリね、ペンギンちゃんにですね、スカーフもハットもね、ピンポイントで着せられます。あとはまあこれだけでハサミカットしていただいてね、重ねるっていう手もありますけども、ワンレイヤーでされたい場合は、ぜひスタンパレータスとウィンドウシートを使うっていうテクニックを試してみてください。そしてちょっとマスキングっていうのもね、いいですね。なんでかと、これかぶちょっとほらかぶせたらこの辺が隠れたりするでしょ。これこの上に乗ってたら、まあこっち側だからこれにもこの子にはかぶせないのかもしれないんですけど、そういうのはね、ちょっと頭の辺だけマスキングをしてスタンプをしていくと、よりかぶってるよという雰囲気が出るんじゃないでしょうか。ちなみに言うのはしましたけど、このエルフィーは、はい、ミリオンダラセールスを達成したカレン・デュークさんがプロデュースしたスタンプセットとなります。はい、お次、ナイト・ビフォー・クリスマス・スイート。このスイートもですね、メモリー&モアのカードパックが入っているスイートですよね。クリスマスのスクラップブッキングにももう最適です。ですが、このメモリー&モアのパックの特徴として、通常ですね、メモリー&モアのパック、スティッカーシートが入ってるんですけど、それ、2つのデザインがそれぞれ2枚ずつということで、合計4枚のスティッカーシートがね、入ってますよね。でも、このね、ナイトビフォークリスマスは、同時にカードもね、クリスマスカードもこれで作れるようにっていう、より、どっち、スクラップブッキングでもいいし、カードでもいいしっていうのも、よりどっちにも比重が、なんて言うんでしょう。両方に均等に置いてあるパックなので、同じステッカーがね6枚入ってるんですね。つまりセンチメントになる、ね、スタンプがない方でもこれと、はい、このナイトビフォークリスマスのカードベース、それとエンベロップのパターンを、これをですね、両方ゲットされると、もうそれだけでね、クリスマスカードできちゃうんですね。なので、今年初めてのクリスマスカードチャレンジという方、またちょっとね、スタンプはね、自信ないかも、と思われたら、はい、この両方をゲットしておけば、手作りクリスマスカードを十分満喫していただけますよ。はい。そして、ソックスも可愛いですよね。そしてサンタさん。このね、ペーパーもノスタルジックなね、カラーパターンでね、すごく色合いが、なんでしょう、渋い感じ、ちょっとレトロな感じでいいですよね。はい、メリームース。ムースのパンチが可愛いのだ。ということです。どんどんいきます。あ、もうこの、何ラク、タヌキ、タヌキ。タヌキですよね、これね。でもなんか尻尾がこうなってるラクーン、ちょっと違う、タヌキだと思うんだけど、がいたのがちょっと可愛かった。はい、シャインブライト。うわ、これもエンボスしてみたい、ヒートエンボスしてみたい。これそしてちょっとこの辺もカラーリングしてみたいなっていう感じですね。あとですね、はい、スティッチドブライトリ、これで、シャインブライトとこのスティッチドブライトリ台がバンドルなんですけど、この台、まあ見本から見てもわかるように、まずこれ台全部つながってます。で、こんな風にレース模様、つまり切り取りじゃなくて穴開くタイプね、レース模様みたいになる。
っていうタイプの台が3つということですね。これもおしゃれですね、本当に。はい、そしてライト&ピースはもうもろトラディショナルなあのキリスト教色バッチリのスタンプセット。これもルカの 2-14章みたいにあのバイブルの中からのセンチメントですね。なのであの差し上げる、特にあの差し上げる相手の方があのキリスト教でない場合は使わない方がいいですねこれというセットでございます。ですか、まあ、クリスマスプレッシングぐらいだったらあの大丈夫と思いますけど、これはもう、まあ、聖書の主食なので、あの一節なので、まあ、言葉なのでね、あの、まあ、別に 何教じゃない 何も別に特に宗派ないっていう方ならいいかもしれませんけど、逆にキリスト教じゃないあの宗教をちゃんとあのやってらっしゃる方にはあのあれなので使うときは気をつけましょう。はい、次ブライトリーグリーミングスイート、先ほどちょこっと言いました、こちらはコッパーなんですね。はいはい、これです、これですこの見本ではコッパーエンボスパウダーを使ってコッパー感を出しといて、コッパー感を出しといたっていう、どういうことだろうって感じですけども、コッパーをですね、あの表現してみたんですよ。ほらほらほら、すごいこのコッパーも綺麗だから、これを使うときには次、はい、デリカータのコッパーのインクも一緒に使おうと、もう固く決めているウェラドです。そしてフォイルシートもですね、見本の時はこれゴールドのフォイルシートで、これからのハンマーメタルのね、あの、エンボスしてみたんですけど、やっぱコッパーもね、ということで、コッパーフォイルシートがね、ちょっとね、なくなっていたので、ゲットしました。日本の皆さん、10月1日から税金上がりますよね。まあ、ほんのちょっとですけれども、あの、税金の分だけ、あの、製品価格別に上がってないんですけど、値上げしたみたいな感じになりますよね。なので、年間、カタログに入っているホイールシートとかっていうのは、あの、ホリデーカタログ製品と一緒に今月ゲットしておくことをお勧めします。あの、ほんのちょっとですけれども、あ、ホイールシートやっぱりいいと思って10月にゲットしちゃうなら9月中にゲットしといてください。一緒に。特にこのブライトリーグリーミング、あの、いいなと思われた方は、コッパのホイールシートも、と、それからね、コッパーのデリカータ、これも一緒にゲットされるのをおすすめします。はい、このクリスマスグリーミングのスタンプセットは、このサイズの大小のパンチと、コーディネートで、パンチは2つで1パックになっていますの、それとこのスタンプセットがバンドルということで、はい、これが使った例なんですね。はい、もう本当にブルー系のねクリスマスいいですよ。はい、もう一個とお隣にメモリーズオブホームっていうのがあるんですけど、このメモリーズオブホームはね、あのこの小さい、あのこちらですね、この小さいボーブルのとコーディネートしてるので、小さいボーブルのパンチがここでゲッあの抜けるということで、やっぱりこれ私も応募、あの、注文しちゃいました。あの、これちょっとまたエンボス、ヒートエンボスしてみたいな、コッパーでっていう要求が。そしてあとこれ可愛いですよね、この見本。カラーカードストックにホワイトの、あの、エンボスパウダーでこういう風にね、ボーブルをね、あの、ヒートエンボスしてね、並べてみたいなって私も思いましたよ。そしてここです。デザイナーセテートマーキュリーグラス。マーキュリーっていうのは水銀って意味なんですけども、つまり水銀ガラスのような、あの、まあ、ウィンドウシートということなんですね。こんな感じです。これもゲットしときました。来ましたらご紹介します。こんな風にちょろっと載ってるんで、あの、見落としがちだったりしますけどね。はい、お次はこちらです。ちゃっちゃかちゃーん、もう動画で上手な押し方っていうのをご紹介した、画期的カップオブクリスマススタンプセット。特許申請中でございます。単品アップが何が画期的か、ここです、ここです。両面1個のスタンプで、こっち側もこっち側も両面押せる、両面リバーシブルスタンプということなんですね。なのでこちらのですね、しましま模様もこっち側もあるし、反対側のしま、これこういうことです。
も作れるってことなんですよ。そして台もですね、ちゃんと両手分の両方の2つこの台がついてて、ほらタグもね、ちっちゃいの、これちっちゃいのなんですけど、紅茶のね、なんていうでしょう、こう垂らして、こっち紅茶のあのパックこの中入ってるんですけどね、その外のこの紐がついたねとこをちょっとねもじってみました。こんな感じで、もう本当にすごいすごい画期的、両面押せちゃいますからね、なんて言ってもね。はい、あとこれ新しいデコレーションマスクですね。このセンチメントも、センチメントだけですけど、そこにちっちゃな、なんて言うんでしょう、柄がついているので、デザイナーシリーズペーパーをメインにしてっていう、あ、キーさんおはようございます。デザインを作るのが得意な方におすすめなスタンプセットとなっています。以前ですね、自分の好みに合ったスタンプセットの選び方っていう動画を、やったんですけれども、その時に3つのね、カテゴリーをね、出しました。スタンプ、なんか今ちょっと思ったんですけど、全部は、画面に入ってなかった。これでちょうどいい。すいませんね。興奮するとどんどん動かしてしまったりするわけなんですよね。はい。そう、話を戻しますと、3つのデザインがあって、1つはスタンプを中心にデザインをするのが好きなタイプ方。もう1つはデザイナーシリーズペーパーを中心にカードを作るのが好きな方。まあ、つまりデザイナーシリーズペーパーが好きっていうことですね。な方。3つ目は大カットが好き。大カットものを使って、なのでスタンプ自体はセンチメントを押すだけかなって、どっちかとスタンプでいろいろ模様を作って、こういうのね、こういうタイプはちょっと私苦手なんですよっていう方、そういう方はですね、この2番と3番の方はね、これおすすめです。このスタンプセット、なんでかとセンチメントの周りにもいろんな模様が入ってるっていうことで、それこそポンと押すだけでスタンプを飾ったみたいなイメージができるんですね。なのでデザイナーシリーズペーパーを中心の方、または大カットを中心にでデザインを作る方がやりやすいと感じる方は、ぜひこちらのスタンプセットおすすめとなります。はい、次、キット。今回のホリデーカタログキットは3つのキットがあるんですね。ここに出てますけれども、タグが作れるキット。実はですね、このキットの中から、特別 Facebook オンラインクラスをですね、この秋冬シーズンご提供することにいたしました。通常毎月行っているオンラインクラスとは別物なんですね。通常行っているのは、まあ、指定のプロダクトを購入、または、お好きなものを5000以上私のオンラインストアからということなんですけれども、すでにもう発表しましたが、9、10、11月は指定プロダクトがありません。毎月5000円以上お好きなものを私のオンラインストアからオーダーしていただくと、その月にご提供するデザインの作り方、オンラインクラスをね、受講していただけるっていうシステムなんですけれども、それとは別に、はい、クリスマスカウントダウンキット、モーストワンダフルタイムミニコレクションキット、それぞれこのキットを買った人だけが参加できる、Facebook 上で行いますオンラインバーチャルクラフトパーティー的なオンラインクラスを行いますよ。詳しくはですね、また別途、それぞれのクラスに関してご紹介していきますけれども、通常のオンラインクラスは、どんなものを買ってもっていうことでしたよね。ですが、このプロジェクトキットに関しては、このキットを使って作るので、そして、Facebook ライブ上で一緒に作りましょうというコンセプトなんですね。なので、このキット、買った人だけが参加できるっていう形となります。さらにですね、通常オンラインクラスですと、その月1ヶ月だけに、まあ、プロジェクトがあって、翌月はもう違うオンラインクラスになってくるんですけど、月をまたいでこのキットに関してはオンラインクラスが開催されます。
つまり9月にこのキットを買った方、例えばこのキットを使って9月、10月、11月にライブワークショップがあったとします。はい、3つとも全部参加できます。じゃあ10月に買ったらどうなるか。もちろん Facebook 上では永久に残ってますので、9月にすでに終わってしまったライブも見ることができるし、10月11月以降も見える。11月に購入した方でもちゃんと遡って9、10、11見れます。そしてカタログ自体は1月の6日までやってますので、変な話12月に購入されて、ま、来年のためにやるわっていう方も12月の、ね、前半ギリギリにねまだ間に合うわっていうことで、あのすぐねこれ作れますからね、このキット通りに作る場合はねっていう方は12月でもいけますよね。ということはすでにライブワークショップは9、10、11年終わってるかもしれませんけれども、ちゃんと12月にもその Facebook グループに入れますので、見ることができるっていう形になります。ただこれ Facebook 上で行いますので、まあ、Facebook のアカウントを持っていることっていうのが一つ条件になるんですが、アカウント自体は本当にすぐ作れます。匿名でも作れますし、あの非公開な形で作っておけば、まあ、閲覧専門ということでね、まあ、ちょっとプライバシーのあれをっていうのを心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、全く問題ありません。ちゃんとプライバシーをの保てる設定がありますので、それを使っていただけば本当に安全に楽しんで、手軽に安全に楽しんでいただくことができるのでね、ぜひこれを機会にアカウント作っていただくといいんじゃないかなと思いますよ。まあ、今ここで Facebook ライブ見てらっしゃる方はおそらくアカウントがあると思うんですけれども。ということで、この2つのですね、キットクラスを開催いたします。はい、次。やっと半分かな、これで。どうしよう、すごい。もう40分くらい経った。頑張ろう。ここからスピードでいこう。次。これですね。はい。あ、ちなみにですね、さっき言うのは、まあでも、キットのね、詳細、言うときにね、また言いますけどもね、このキットクラスね、参加するとね、ビンゴゲームに参加できて、バーチャルビンゴゲーム、プレゼント、ビンゴになるとプレゼントが当たります。どんなプレゼントが当たるのかっていうのを、先にちょろっとご紹介すると、こういうものがですね、今回のホリデーカタログの時からね、出てるんですよ。おすすめの25アイテムアドベントカレンダー。まあ、これ、ちょっともじってますけど、これとは別に特にコーディネートしてるっていうことではないんです。まあ、こういうアイテムがあって、まあ、お手軽にね、ちょっと買える金額のものが25アイテム集められてるってことなんですが、ビンゴゲームの商品は、この中から出ます。ビンゴになった時の番号に適応したプレゼントが当たりますので、ネイチャースビューティースタンプセットって3200円でしょ、これ。あ、3020円でしょ。これが当たる可能性もあるということなんですね。ということで、後ほど詳細をご説明するときに、もう一度きっちり確認しておいてください。はい、次いきます。はい、このフィールスライクフロストスイートで注目、やっぱりゲットしちゃいました。全部どうしようかなと思ったんですけど、全部ゲットしちゃいました。やっぱりいいなこの色合いと思ったので、特にいいなと思ったのは、はい、ここです。フレーム台、これがですね、他のね、スタンプセットでも気づいたんですけど、最近のバンドルって、台だけで単独でゲットしてもいいし、スタンプだけで単独でゲットしてもいいしっていうね、もちろん両方組み合わせたら最高なんだけれども、今までバンドルだと、これ台だけゲットしてもしょうがないよね、みたいな台のセットってありましたよね。そうじゃないところがいいんですよ。つまりより融通が効きやすい、つまりこの台はこのスタンプセットとしか使えないわけじゃないから、他のスタンプセット、この枠の中にスタンプをね、お好きなもの、これなんてデザイナーシリーズペーパー大カットしますよね。やってみたいな。で、これエンボスしてますよね、ヒートエンボスね。だから普通のペーパーでこんな形で違うセンチメントとか違う
これさ、スノーマンとかもここに入れてみたいって私は思ったんですけれども、そういう遊び方ができるのがいいんですよね。そしてこれですよ、シマリーエフェクト。これ要はね、ノリなんです。立体的に乾くとちょっと立体的に盛り上がるノリで、その中にキラキラがもともと入ってるノリなんですね。だからそれだけでも使えるんですけど、ノリですからそこにこのグリッタイソー、ツシュ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 って、上に乗せることによって、こんな、なんていうんですか、雪の結晶、霜が降りたみたいな感じ、フロストですから、が作れるっていうことですよね。これペーパーの上にかけてると思うんですけど、なんかまるで布っぽい感じ、すごいですよ、これ。ちょっとこれやっぱりやってみたいよねと思ったので、だってこの周りにつけてみたいと思ったんです。なので全部ゲットしました。はい、次行きます。次もこれもすごいですよ。シェイカードームね、サークルのシェイカーを作ってもいいんですけど、ちょっとここ下が平らになってて、スノードグローブ、ね、を作るスタンプセットに台です。これも本当にね、すごいですよね。これもですね、スタンプセットはもちろんここがね、スタンプ、このおは、あのお家ちっちゃいお家のスタンプセット大カットできるものが入ってるんであれなんですけど、一応単独でも使えるかなっていう台は入ってますから、まあこれがね、ちょっと形がわからないので、まあ、これはバンドルでゲットする方がいいですよね。はい、あと他にもこの中に入るんだから、これとか入れれますよね、スノードームの中にね、ちっちゃいの。そうするとここじゃなくてもオリジナルスノードームがどんどん作れるっていう楽しさがあると思いますよ。そしてまたスケートも素敵ね。あとさっき今言いますね、スノーフロントね。はい、あと夏の、まあ、スノーグローブで夏のっていうのも変かもしれませんけれども、年間カタログのビーチのシリーズみたいなありましたよね、これ。こんな感じの、それもね、ドームの中に入れるといいんじゃないですか。はい、次、Come Together Suite。こちらすでにですね、プロダクトシェアキットということで、9月いっぱいだけの、リリースということで、第1グループがもうほぼ満席です、皆さん。満席になったら次、第2グループで、一応募集はし続けますけど、第2グループの発送となるのでね、荷物を早くお受け取りになりたかったか、なりたい方は、すぐにお申し込みください。そしたら9月9日からの発送グループで発送することができますので、このスイートのアイセットが全部使い切りサイズで入ってますのでね、お値打ちですよ。はい、このギャザートゥゲザーはですね、これって私まだ使ってなかった、なんかこれで何か作ってたと思った。そうだそうだ、お買い物プレゼントのあれで作ったんだった。これです、これです。な、作ってないかな、作った記憶あるのにちょっと分からなかったんですけど、YI さんもありがとうございます。これね、作って後で気づいたんですけど、反対向きだったんですよ。貼るときに、確か、これ間違えちゃいけませんよね、上下って言いつつ、反対に貼ったっていうね、目が悪いから、もう最悪と思ったけど、まあいいや。もういいや、貼っちゃったし、かわいいから、まあいいや。ということで、こんな感じのものもね、作れますよ。これ、ウッドエレメントにスタンプしました。まあ、かなり薄くはなりますけど、ここまでくっきりいかなかったんですね。これね、スタンプしてからブレンズで上からなんかなぞってるらしいんですよ。この上から。これインクで押しただけなので、まあインクだけだとこんな感じになるっていうことで、上からブレンズ、ピーコックのブレンズあるので、もう一回この上からなぞればくっきりこうなるということですね。もう見本も本当に素敵です、このスイート。はい、お次こちら、ハーベストハローは、これ見るとリンゴのビルダーとはなってますけれども、リンゴだけじゃなくって、つまりこれだとパンプキンになるわけでしょう。顔を押せばジャコランタンということで。あとね、これなんでね、リンゴでここに to an A plus teacher っていうのが入ってるかなんですけど、一応ね、英語圏ではリンゴイコール先生なんですね。なので先生の学期末の今学期または今年度お世話になりました的な、サンキューカードを出すときに、やっぱりリンゴのモチーフを出すっていうのが、やっぱり英語圏では習わしみたいになって、
ているので、あ、おはようございます。あのそんな形でちょっとね、あの日本でも先生にそういうご説明をしながらね、私すると楽しいんじゃないでしょうか。どうしてもね、特に小学校の先生のイメージなんですね、は、あの小学校の先生はいつもですね、休み時間にリンゴかじってるっていうイメージがこちらではあって、なので先生イコールリンゴっていうね、あの結びつけになってるんですよね。はい、これもちゃんとバンドルありますよ。次、このページはここ、ビューティー&ジョイはディスティンクティブフォトポリマーなので、ちょっと枯れ気味のあのインクパッドを使っていただくと綺麗に押せます。そしてもう一個、トゥーエブリシーズンですね。これパンチパック4つで1パックで、それぞれこういうちっちゃいね、あのパンチになるので、実際パンチ自体は本体はこれぐらいだっただと思います。通常このタイプはこれぐらいの、たまたま私ちょっとこのサイズ手元にないので、このぐらいのサイズのねパンチだと思いますよ。はい、次、あ、そう、これなんかはハロウィンもついてるし、サンクスギビン、普通にサンキューでいいし、あとレッドリスのメリークリスマスでしょ、バレンタインまで入ってますから、これなんかもね、エブリシーズンっていうだけあって、これから の, あのシーズンに全部ずっと何ヶ月間かね、向こう4ヶ月かな、このシーズンカバーということですね。はい、次、モンスターバッシュ、特別な思いのあるスペクタクラー、スタンプセット。そしてこれを見た瞬間に私も作りたいと思って作って、これ見本はですね、先ほどちょっと言いませんでしたけれども、新しいあのマスクであの模様がつけてるなんですけど、私の場合はこのスタイリッシュスクロールで、箱をですねエンボスしてみたんですね。すでにこれをご紹介した時に言いましたけれども、先に折ってからエンボスする方がいいです。あのこのペーストをつけるときもそうなんですけど、先に折っておかないと平らな状態でエンボスしちゃったり、平らな状態でペーストつけちゃうと、後で組み立てるときに、この折るときにですね、この折り目がねバキバキっとなったり、どこが折り目だったんだろうかってわからなくなるんです。なんでそういうことを知ってるかっていうと、1個すでに私は失敗させました、無駄になりました。なので皆さんは1個も無駄にしないように、最初からですね、まずは折ってから加工をして、それから組み立てるっていう手順でやってみてください。こちらもですね、モンスターバッグ9月だけの9月いっぱいで、ま、製品自体は販売続きますけども、私が提供するプロダクトシェアキットとしての、ご提供はですね9月いっぱいまでとなりますので、お早めにどうぞ。こちらももうあと残り第一グループは過半数切りました。このスイートのですね、あの特徴としては、やっぱりさっきも言ったんですけど、このオーネートフレームライがね、スペクタクラー、スプークタクラーとコーディネートしてるんですけど、要はラベル台なので、スタンプなくっても、私ちょっとハロウィンはねっていう方にもおすすめなんですよ。このエンボスフォルダーと一緒に。全くこれはハロウィンだけですよっていうものではないところがおすすめなんですね。逆にハロウィンが好きな方も、あのハロウィンの時はこのバンドルで楽しんでいただいて、ハロウィン終わったら今度オーネート台だけをクリスマスのプロジェクトに使って、これもそうです、あのスクロール、スタイリッシュスクロールも色を変えて緑でエンボスすれば、もうほらこういうシェイテッドスプルースでこうエンボスしたら、もうすぐにクリスマスに早変わりです。ですか？そんな形でハロウィン終わったら、あとね、あの次のシーズン色を変えて、お手持ちの他のセンチメントスタンプテストとか、他のあのイメージスタンプと組み合わせて、ずっと使えるっていうのがおすすめな点ですね。そしてもう一個、このワンダフルウィケット、すごいですよね。今年は3つもハロウィンセットありますよ。ここにも1個あるから4つ、専門としては4つ、すごいですよね。さすもう海外と一緒になったか。はい、これもすでにブログでご紹介しました。中もこんなになって分かりにくいかもしれないんですけども、はい、ブラックシマーエンボスパウダー、もうこれはねハロウィンものとぜひ一緒に使っていただきたいんですけど、これですね。ここは
この、あのスピークタクラのこのモンスターバッシュの、ラベル台で使ってあのやっています。そしてウィケット、これはこのスタンプセットとバンドルにするとこのウィケットとクモちゃんが入ってるんですよ。このウィケットの文字すごい素敵じゃないですか、ね、これなんかこの文字がこの文字が素敵っていうだけで惹かれたっていうね。あとまあもちろんこのスタンプセットのねフォントも猫ちゃんも良かったんですけど、かなりこれ気に入っております。そしてこの雰囲気はねどうなったか、どうして作ったかって、これ年間カタログのあのフロストホワイトの島ペイントです。ブラック状につけたらねあのこんな形でシルバーっぽく見えました。その時まだねデリカータシルバー持ってなかったから、じゃあこれデリカータシルバーをヒュッヒュッてしたらどうなるんだろうかという興味がまた湧いてきたので、そのあたりもデリカータの特集の時にご紹介してみようかなと思っていますよ。いいでしょうこれってなんか自分で作っといて自慢してすいませんって感じですけど、だって可愛いけど子供っぽい可愛いじゃないっていうのがちょっと気に入ってるんですよ。ちょっとおしゃれな感じがね、あのアンティークな感じもするし、ということでここにもはい、このスタイリッシュスクロールエンボスフォルダー、これ絶対人気だと思うんですよ私ね。もうかなり一押しのものいっぱいあるんですけど、その中でもまたまた一押し、きっと私の作品の中でもかなり出場率が高くなってくるエンボスフォルダーじゃないかなと思っておりますけどもね。はい、この2つハロウィンセットでハロウィンキットの第1弾でした。次は、まあ、このレイバンも買っと、レイバンってねあれですよ、あのこのレイバンじゃなくてレイヴンなんですね、実際ね、ディスティンクトで、これあのカラス、黒い鳥のことレイヴンっていうので、まあカラスということであのサングラスのレイバンではございませんと、なんてことを一人で思っているのは私でしょだけでしょうか。はい、次このタグ、これはですねこの3列が1セットです。スタンプもこれつながっています。こういう風に。こういう時一個一個使いたいから、ちょっと切っちゃおうかなっていう人も、私も昔ならね、多分切っちゃったと思うんですけど、これ台がね、3つ一緒にカットできるので、まあ切っちゃっても元にこう、なんて言うんでしょう、配置し直せばいいんですけど、これ自体隙間が結構空いてるので、もしここしかスタンプしたくない時は、ここだけインクをつければいいので、カットしなくても、このままくっつけたままにしといても大丈夫ですよ、ということです。これもすごい可愛いでしょ。そう、どうもね、今シーズンタグに目覚めてる私なんですね。すべてのセットでタグを作ってみたいと思ってたから、もうこれいいじゃん、これタグばっかりじゃん、もうこれだけで OK じゃんっていうことで、はい、こちらも届き次第ご紹介したいと思います。これもグーグリーアイ、グーグリーアイっていうのはあの。ギョロギョロって意味なんですけど、ありますよね、よくね、あのこう後ろがこうスティッキーになっていて、こうやって動くんですよ、目がグリグリグリ、ちょうどねサイズがねこういう風に合ってるって、ここにね合ってるっていうグリグリアイズでも、これ大きいのも入ってるからきっと大きいのがこっちってことかな。サイズアソートメントで、うん、サイズ2サイズあって全部4色ですって、すごーい。こんな感じでモンスターのね、これもね、ちょっとタグになってるんでしょうね。タグにすごく最近注意が、あの、行くウェラドです。はい、from our house to yours。これもかわいい。組み立てタイプ。いえ、あの、ね、胴体とね、それからね、あの、屋根をね、組み合わせてくださいね、っていうことです。はい、次、もうかなり終盤になってきました。よかった。もっと、あの、時間延長しちゃうかと思ったけど、なんとなく、いける、1時間で行こうと、あんま1時間無理だけど、なんとなく、すごいことにならずに終われそうでよかった。はい、ここです。このページですね、シップ。これ、あと、sip, sip, hooray! と、それから、cheers to that! ということですけれども、この2つは、特にこれは、まあ、センチメントだけなんですけど、これ、乾杯っていうことなので、乾杯する、cheers to the new year とかね、cheers to the bride and groom、まあ、あの花嫁さんと花婿さんに乾杯っていうことなので、
おすすめはやっぱりこのグラスの、あのスタンプセットと、要するにここですね、2つ一緒にゲットするのが私的にはおすすめかなと思います。もちろんあの単独でも使えますけどね。これなんてすごいですね、マティー、あのドライマティーニーとか、あのね、スタンプで作れますね。ミントもあるし、ほらちゃんとあのオリーブもついてるし、でなんかこういちごもあって素敵な、あとこれもねオレンジも挟めたりして、ちょっとカクテルをね作ってくださいませ皆さんっていうことですね。はい、あとほらサンプルにはこんな風にあれですよ、シェイカーカードもできてていいですよね、可愛いです。はい、こちらが先ほど言っていました、え、最初の方の最初のページ、一番最初のこれです。オールアラウンドディースダイ、これですね、これの台でこのリースがカットできますよということなので、はい、こちら両方とねゲットするといいんじゃないかなと思いますね。これこそ本当にあの春のリースとか、これもあの別に何でしょう、台だけ単独ゲットでこのスタンプっていうことでもね大丈夫なので、応用がいいですよね、聞きますよね。ここにはあのは、あのクリスマスのね、あのクリスマスシェアとか書いてありますけれども、ノエルとか他にクリスマススタンプセットを持っているんであれば、逆に台とこちらのスタンプセットっていうことにしておけば、これをね、だってこれほらベルついてますから、これだけでも十分あの何でしょう、クリスマスのリース感は味わうことができますよ。はい、なんでこれひよこって思うと思うんですけど、多分このひよこね、あの春のイースターの時とかに、まあ、ひよこイメージなんですよね。なのでイースターのね、あのイメージ時に使っても、ひよこじゃないのかな、単にあのひなかな、鳥の、ということはバードバラードともなんか一緒に使えるって今思いました。バードバラードの鳥ちゃんの上にこのリースをかぶせる、でなんか止まってる雰囲気にする、なんかできそうな気がしてきたので、のねチャレンジしてみたいと思います。さらにこの見本見てくださいよ、すごいですよこれ、すんごい綺麗、これです、これです。前のセットにはこういう部品がなかったので、このほらもうつながってるの、まあこれをねきっとこういう風に重ねるっていうのもできたんですけど、なかったので、これちょっといいですね。あとこの雪の結晶的なものをこういう風にすれば、こんな感じのイメージがこれで作れる。なんか、これゲットしなかったけど、本当はゲットした方が良かったかって今ちょっとだけ思っちゃったりしました。はい、もうこれでいよいよ最後です。はい、こちらですね、秋冬カタログだけのコーディネータースタンプセットとなります。こちらは両方ともこのカタログ来年の1月6日までなんですけども、そこまででしかゲットできないコーディネータースタンプセットとなります。上はセンチメントオンリーのスタンプセット、下はこんな風にまた部品のスタンプセット、またこの荷台にねこういう風にのいろいろ乗っけられるわけですよ、ツリーとか、さらにほら牽引もついてるっていうことで、両方あの組み合わせて使うとすごく可愛いですよね。ということでウェラード両方とゲットしましたので、手元に来たらまたこれで作りたいと思います。ちなみにですね、9月から11月までのリワード、私のですねリワードシェアクラブのリワード、毎月のリワードコードをご利用いただくと、1万そのリワードコードをご利用いただいた1万3000円から1万9999円のオーダーの方は、それぞれのリワードシェア割当てを計算していくと、1万3000円でもこちらのスタンプセットがゲットできるリワード配当金がつきますので、ぜひリワードシェアコード利用してくださいね。最後これです、ネイチャーズビューティー、先ほどビンゴの商品でって言ってたこの3020円って言ってたこれなんですけれども、これですね、あの特別なスタンプセットなんですよ。っていうのは、
こちらのスタンプセットの収益金の、まあ、約10%ちょっとですよね。これを1個買うと、1個ごとに350円を、メンタルヘルスをサポートするね、いろんな団体にスタンピンアップが寄付してくれる。つまり皆さんに代わって、皆さん的には350円分を、これを買うことによって同時に寄付してる。っていう、まあ、10%ですよね、ほぼ10%以上になってますけど、を寄付しているというイメージになるんですね。年間カタログからのルーティードインティネイチャーとかもちょっと合わせれるんじゃないのと思いましたし、ここも書いてありますけど、このセンチメントはペンギンちゃんのセットでした。そしてこれバーチのスタンプセット、つまりネイチャー風なスタンプセット他にもいっぱいあるんで、組み合わせられるセットいっぱいありますよね。そんな形でこれチャリティーのねスタンプセットなので、ぜひねご協力していただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、以上がですね、秋冬カタログツアーとなります。ちなみに、ちょっと言っときます。この後ろにちらっと載ってるのが、これのこと、ここです、これです、これです、これのことなんですね。これもですね、ブログの方からこのチラシをダウンロードできるようにしておきますのでね、後で見ておいてください。このチラシ自体はちょっと今日じゃなくって、後日の記事の時にダウンロードできるようにしておくと思うんですけれども、ありがとうございます。いっぱいハートだ、嬉しい。で、この後ですね、ブログには今お話ししてたものの動画をもちろんアップするんですけれども、ここからが面白いところっていうか、ここからですよ。ブログにはですね、このカタログに関するクイズを載せました。クイズの中には、私が実際に今お話をしていたことが問題になっているものもあれば、単純にこのカタログを見れば答えがわかるっていうものもあるんですけれども、クイズの全問正解者の中から抽選でお一人様に、チャ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 ンチャンチャーン、はい、ブライトリークリスマスグリーミングの、このブライトリーグリーミングフォイルエレメンツ1パックプレゼントいたします。チャチャカチャーンということで、これ私2パックねゲットしちゃったんですよね 間違えて なので1パックプレゼントいたします。クイズの応募方法は、まあ、ブログの方を見ていただければいいんですけれども、お問い合わせフォームから必要事項を記入して、締め切りは今週の日曜日9月8日の夜11時50分までに、必要事項を、お問い合わせフォームまたは私のメールアドレスを直接ご存知の方は、そちらのメールの方にお答えをお送りください。このクイズはですね、応募はできるのは、応募資格って変ですけども、どなたでも結構でございます。すでに現役のデモンストレーターさんの方でも全く問題ございません。クイズ誰でも応募できるクイズですよ。でも全員プレゼントじゃないので全問正解した人の中から抽選で1名なのでね 皆さんいいですか？ 1 個しか待ってませんから そこは気を、そこだけは気をつけてです。あ、そうですよ、キーさん。クイズなんです。カタログクイズを掲載しましたのでね、ぜひこの後ね、ブログの方をご覧いただきたいと思います。ということで、これから明日以降、どんどん新製品のね、詳細ご説明、一個一個の、商品に注目した、プロジェクトを掲載していきますので、皆さん楽しみにしておいてください。そして今見た中でどうしましょう、全部欲しいんですけどっていう方、ぜひデモンストレーター登録をしてください。もうデモンストレーター登録をして、自己購入分は割引となりますのでね、もうこの秋冬カタログからどん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 買って、そうですね、目安としては送料無料になるために3万円って思ったら、デモンストレーター登録したらいいんじゃないかなと思います。なので、実際登録最終的にね、するしないはね関係ないですよ。まずは詳細をゲットして、それから考えていただくのがいいと思いますので、お気軽な気持ちでいいです。ぜひデモンストレーター登録に関するお問い合わせね、お問い合わせフォームの方から興味があります、詳細教えてくださいっていうふうに一言ねメッセージください。Thanks for watching! Happy crafting!